バート・ゾーデン・アムタウヌス市の象徴的建造物である、クベレン・パルクのゾルブルンネン。かつて製塩業に用いる塩水を汲み上げていた、塩泉である。バート・ゾーデン・アムタウヌスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マイン・タウヌス軍の市であり、タウヌス山地の南斜面に位置する。中世にはライヒスドルフだった、この町は、塩と温泉で知られ、 その後1990年代まで国際的に知られた温泉保養地であった。現在のバート増田はフランクフルトアムマイン西部の重要な住宅地であり、労働の場所である。バート増田アムタウヌスは近隣のケーニに被主体にイムタウヌスやクローオンベルク、イムタウヌスと共に裕福な町であり、高級住宅地として知られている。 2007年のバート・ゾーデン・アム・タウヌスの平均購買力はドイツ全土の平均の188.1%であり、ドイツでトップクラスの街の一つである。バート・ゾーデン・アム・タウヌスはタウヌス山地の南斜面、フランクフルト・アム・マインの北西 15km、ビースバーデンの北東 20km に位置する。 バート増田アムタウヌス市の面積は1247ヘクタールである。このうち231ヘクタールが森に覆われている。宿別では、バート増田区が479ヘクタール、ノイエンハイン市区が454ヘクタール、アルテンハイン市区が314ヘクタールである。高度は海抜130メートルから385メートルである。 最も低い地点は、市内を2本の小川が流れている。ズルツバッハ川は、市の中心部とクベレンパルクを流れる。もう1本の川がバルトバッハ川で、ノイ・エンハイン地区を流れ、その後、シュバルバッハ川に合流する。バート・ゾーデン・アムタウヌス市は、北は、ケーニヒシュタイン・イムタウヌス、東は、シュバルバッハ・アムタウヌス及びズルツバッハ、南は、リーダーバッハ・アムタウヌス。 西は、ケルクハイムと境を接している。バート・ゾーデン・アムタウヌス市は、1977年の地域再編により成立した市で、アルテンハイン、バート・ゾーデン、ノイ・エンハインの3つの市区からなる。ヘッセン州は本来、ズルツバッハも合併する計画であったが、実現しなかった。ズルツバッハの住民や、行政の抵抗、マインタウヌス・セントルムを有することで、ズルツバッハの、 経済状態が良好であったことから合併の実現が阻止されたのである。中世には現在のアルテンハイン宿内にバイデナウという小集落があったが16世紀に廃村となった。バーと増田には多くの湧き水があり、その中には温泉や塩泉がある。こうした状況はローマ時代から同じであった。このためローマ時代から人々は 増電の温泉に浸かり、一部で声援が行われた。しかし、この時代の文献にはそうした記録は残されていない。クス6及び7のボーリング調査で、おそらく、ローマ人が使ったと推定される陶製の容器の破片が発見された。増電の上山まで、明らかに一部が、ローマ時代のレンガで作られた城塞の遺構が、発見されている。しかし、 それ以外の証拠は何も残されていない。また、民族移動時代の遺物も増田からは見つかっていない。増田村の最初の文献上の記録は、1190年のレッタース修道院の財産を記録した文書である。現在の城山に修道院の武道畑があったのである。1222年から1475年までの、 間に増田の城山にあった城塞を所有した、数多くのズルツバッハ貴族の名が記録されている。皇帝チギスムント1434年に、神聖ローマ皇帝、ジギスムントは、増田とズルツバッハ及びゼンフェルトとゴハホソハイムを、ライヒスドルフとした。この村は、1803年まで自由、ライヒスドルフとして隣接する領主の支配を受けずに、存続した。 1437年、増田の塩泉が皇帝の文書に記録されている。1486年に増田で最初の聖援書が建設され、1494年に皇帝ジギスムンとは公船の当事場を設けさせた。1547年5月24日、フランクフルトが軍の通行と資金供与を拒んだことから、 将軍マクシミリアン・フォン・イエグモント博は増田とズルズ・バッハを焼き打ちした。その直後、フランクフルト包囲戦に失敗したアルブネヒト・ホン・ブランデンブルク・クルム・バッハもローソンを焼き払った。土木専門家による増田村の調査で4つの塩泉と1つの温泉が確認された。1605年、ガイス兄弟が塩を納入する許可をフランクフルトから取り付けた。 しかし、その実現のためには多くの義務を履行しなければならなかった。何よりもフランクフルト市の塩の需要を満たすことが重要であった。また、塩の売買は資産次会を通してのみ行うことができた。それまで多くの製塩所の建設が試みられていたが、これ以後はフランクフルト資産次会の同意なしには建設できないこととなった。はじめは、 増田住民は平成であったが、次第に彼らの所有権に対し不満を募らせ、かいが起こるようになった。1612年12月、ついに暴動が起きた。住民たちはフランクフルト側の管理者を捉えた。軍隊も暴動を鎮圧できなかったため、フランクフルトの使用の潜倍比率を抑え、増田の制援所側に自由裁量の余地を残すこととなった。 三十年戦争では、増田も焼き打ちの脅迫や、略奪の犠牲となった。多くが木造であった何棟もの家屋が焼き払われた。軍人たちはこの村を興奮し、略奪を行った。1680年に、ダーフィト・マーラーペルトが、製塩業を始めた。彼は、ジュルツに、新しい製塩書を作った。1715年に、 旧市街のプロテスタント教会の礎石が置かれた。教会は、その1年後に祝典を開き、開道された。1770年に、後に、サッシャウラー豊富となる、最初の旅館が建設された。1792年に、フランスの将軍アダム・フィリップ・ド・キスティーヌが、マインツ地方を占領し、ゾーデニア、近隣都市を略奪し、火をつけた。ナッサウコーヒ、 パウリーネ増田は1806年からナッサウ大公国に属すこととなった。ヘイヒストからケイニヒシュタインへの本街道が1817年に建設され、1847年には増田からヘイヒストへ向かう増田鉄道が開通した。1820年の増田の人口は500人となった。1828年に バート増田の経に被したな通り沿いに旅館、ツーム・アドラーが建設された。1817年と1847年に悪天候による強作がバート増田周辺を襲った。これによりパンをはじめとする基本的な食料品の価格が高騰した。これに対してナッサーゴー・ヒッパウルーネがバート増田住民を救済した。彼女は1847年に パウリーネシュレスヒエンから11マルターのジャガイモを住民に分け与えた。1840年に増田に新しい墓地が作られた。この墓地は現在のニーダーホーフハイマー通り沿いにある。1841年に医師オットティーレニウスが増田に招かれ、この地で高線治療医として活動した。増田では1701年から温泉業が営まれた。 クワハウス兼バーデハウスは1772年に建設された。当初この施設はベンダーシェーハウスという名で知られたが、1813年にフランクフルダー交フと改名された。現在はハウスボッケンハイマーとしてフンデルトバッサーハウスに取り込まれている。この建物はフランツェンスバーデン広場に面している。1822年。 イギリス式庭園のアルテクールパルクが造営された。1849年にはこのアルテクールパルクに面してスイス風のシンクアハウスが建設されオープンした。19世紀になると増田はヨーロッパ全土から気品が訪れる国際的な温泉保養地となった。この時代に増田を訪れた有名な品格としては、例えばナッサウコーヒー、パウリーネ、 アウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラース・レーベン、フェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディ、ビクトリア・フォン・ザクセン・コーブルク・イコール・ザールフェルト、オット・フォン・ビス・マルクとヨハンナ・フォン・ビス・マルク、フリードリッシュ・トルゼ、リハルト・ワーグナー、ドイツ皇帝・ビルヘルム・イッセイラが挙げられる。1839年にこの温泉保養地を訪れた当時客は約360人であったが、1865年の 客は2840人にまで増加した。こうした多くのゲストを宿泊させるために、19世紀半ばに、数多くの温泉別荘やホテルが作られた。特に大規模な施設としては、アルテクールパルク沿いのクアハウス、ケーニヒシュタイナー通りのオイロパイシャーホーフ、ホテルコロセウス、フランクフルターホ富フ、ナッサウイシェーホーフなどがある。さらに現在のアレー通り沿いや、 ケーニヒシュタイナー通り沿いに大きな館が建てられた。メディコパレス1870年、バート増田に街灯を設置するためのガス会社が設立された。しかし早くも1897年には街灯はガス灯から電灯に置き換えられた。バート増田はナスサウで最初に電気の街灯が灯った街である。1870年に不屈戦争が起こると、 バーと増田から29人が召集され、そのうち1人が死亡した。この戦争の間、14日ごとに平和の礼拝が行われた。1871年にバーデハウスが完成した。また同じ年にカトリックの独立した教区が設けられた。この戦争に勝利した後、1871年3月4日に祝祭パレードが行われ、ダッハーベルクで 花火が打ち上げられた。その後温泉施設は拡充され、アルテクールパルクの居酒屋だった場所に吸入室が設けられた。また、パルク通りに現在のメディコパレスが作られた。さらに源泉からの供給量が増やされ、増電パスティレが作られ始めた。これは石や砂勢に用いられた。1885年、アイヒバルトの中にビルヘルムス広場が完成した。 ここには、ビスマルクの多くやフリードリヒの多くがある。1887年、クベレンパルクに飲み水書が完成した。1906年の絵はがきに描かれたバート増田1900年の人口統計によれば、ボート増田の人口は1768人であった。この年に、城山のブルクベルク島がオープンした。町は1909年にパウリーネのおを入手し、 町役場に改装した。1911年にビルヘルムス兵の水道塔がオープンした。第一次世界大戦の勃発により温泉客数は減少した。ホテルやレストランは完全に空になることがあるようになった。戦争初期のフランス人戦争捕虜はノイエンハインで様々な農作業の手伝いを強いられた。ドイツ軍が退却する際、一部が バート増田を経由した。アルテクールパルクは荷車、負傷兵、馬などでいっぱいになった。ケーニヒシュタイナー通りも砲弾やその他の兵器置き場に利用された。1918年12月にフランス軍がマイン土保全域を占領した。バート増田、ノイエンハイン、アルテンハインもこれに含まれた。この頃、ケーニヒシュタイナー通りは 占領軍の軍事力を誇示するための軍事パレードにしばしば利用された。12歳以上の全住民は2カ国語の身分証明書を携行することが義務付けられ、手紙もドイツ語とフランス語の両方で書かなければならなかった。1922年以降、増田はバートを名乗ることを許された。1926年、イギリスがこの地を支配した。 1927年にアルテンハイナータールの屋外プールがオープンした。爆撃を受けた経ニヒシュタイナー通り国家社会主義の時代、バート増伝のユダヤ系住民は屈辱を受けた。1911年にユダヤ人イシカルナーが建設した雇用施設、アスピラは1935年に押収され、ドイツ労働戦線がこれを使用した。 タール通りのイスラエル式浴場は1938年11月10日に放火され、その後取り壊された。第二次世界大戦では、バート増田にも時折攻撃が加えられた。本市に対する最初の爆撃は1941年7月7日から8日にかけての夜に行われた。これにより、スイミングプールやユンク幼稚園付近が甚大な被害を受けた。 1942年8月24日から25日の夜間にはアルテクールパルクやクローンベルガー通り付近が爆撃を受けた。これによりクローンベルガー通りのフランクフルター・キンダーハイムが被爆し、多くの子供が死亡した。バーデハウスにも爆弾は命中し、周辺にあったカトリック教会やクアハウスをはじめ、全域の窓が粉砕された。最大の被害をもたらしたのは、 アメリカ軍の爆撃機による空爆であった。1945年2月2日から3日の夜に、ホテルコロセウスや旧パルクインファラトリウムなど、ケーニヒシュタイナー通り沿いの大部分の建物が破壊された。アルテクールパルクのバーデハウスも一部破壊された。また、旧クラバークの外れにあったカトリック教会も被害にあった。戦後、1947年に、バーと増田に、 都市圏は与えられた。1955年、駅の近くに新しいカトリック教会の建設が始まった。同じ頃、ノイエクールパルクが建設され、1961年に一般公開された。1960年代からこの町は、フランクフルト西部近郊の人気の住宅地として発展していった。1970年に、軍立病院が開設された。 1972年11月6日、リーメス鉄道の増田駅が開業し、この街はフランクフルトアムマインまで鉄道で結ばれた。1978年からこの路線は S バーンとして直接フランクフルトに乗り入れることとなった。ヘッセン州の地域再編に伴い、バート増田アムタウヌス市は1977年1月1日に、 それまで独立した町村であった現在の市区ノイエンハイン及びアルテンハインと合併して新たな市バーと増田が成立した。1991年にフンデルトバッサーハウスの建設が始まった。この建物は現在のクベレンパルクにある。1997年までに旧市街全域が改修された。これにより道路は新たに舗装され、 古い浄水道が取り替えられた。2001年にカー GMBH が廃止され、その直後に温泉が閉鎖された。これにより、バート増電士の200年に及ぶ温泉の歴史が幕を閉じた。2004年、エコロジー学習路、ロールビーゼが設けられた。ここでは、エコシステム、大秘や蜂の巣について学ぶことができる。2006年から2007年に、 国外プールが回収され、フライバート増電と解明された。2007年6月10日から11日かけての夜に、バート増田及びその周辺地域を暴風雨が襲った。この時、60リットル、平方メートルの雨が降ったと推定されている。水量計は、ケにニヒシュタイナー通りから、市内中心部まで押し流されていた。この雨で、 旧市街の大部分がくるぶしの高さまで水に浸かり、130カ所の地下倉庫や地下駐車場が水没した。2011年末までにザリー年通りが改造され、これにより公園の形が変更され、一連の新しい建物が建設された。2011年に駅前に新しいメッサーグループ本社が完成した。現在、 バート増田には二つの都市改修計画がある。一つは、駅周辺地区を改修し新たな駐車場を設ける計画である。もう一つは、新たな市役所建設が議論されている。これ以後は、ノイエンハイン及びアルテンハイン合併後の人口である。クベレンパルクの福音主義、教会福音主義教会組織は、3614人の信者からなる。 教会指導部は14人の信者からなる。礼拝は日曜日の10時に教会で行われる。カトリック教会は聖カタリーナ、マリア・ヒルフ、マリア・ゲブルトの名を冠している。礼拝は毎月第2土曜日の18時頃と日曜日の10時45分にバート増田で行われる。バート増田で最初の新首都派教会は1970年に ヨーゼフ・ハイドン通りに設けられた。30年後に同じ場所に新しい教会堂が建設された。この組織は現在130人の信者がいる。1930年代にはバート増田に大きなユダヤ教組織があった。この組織はシナゴーグ、神学校を持ち、さらに1873年からはニーダーホーフハイマー通り沿いに ユダヤ人墓地を所有していた。シナゴーグは1846年に完成し、現在の円区がすせにあった。1938年の水晶の夜によって内部が破壊された。この建物は後に倉庫として利用されたが、1981年の旧市街再開発に伴って解体された。現在その場所には老人ホームが建っている。 バート増田、アムタウヌスの市役所バート増田、アムタウヌス市の市議会は37議席からなる。第二次世界大戦以後の市長を列記する。フランク・ブラッシュは2018年1月21日の選挙で65.8%の票を獲得して市長に選出された。バート増田の紋章は青地に金の飾り金具と金の十字架をつけた赤い帝国帽子。 この紋章は皇帝、ジギスムントが、バーと増田を、ライヒスドルフとした時代にまで遡る。死の旗は、1954年4月26日に、ヘッセン内務省から認可を得た。旗の長辺と平行に、青字と金字に分ける、分割線上に、死の紋章、すなわち青字に、赤と金の装飾金具をつけ、金のクローバー型十字をいただいた。 帝国帽子が描かれている。姉妹都市は以下の通り。バーデハウスバーデハウスバーデハウスは、旧クアパルクの中心にあるかつての公衆浴場である。この建物は、かつての聖園書跡に建っている。1860年に建設され、その後増改築が続けられた。1997年以降、私立博物館と私立図書館が入居している。駅舎。 バーと増電の駅舎は1847年に建設された。それ以後何度も拡張され、1914年に時計塔と付属建造物が増築された。これ以後はほとんど改築されていない。この建物は市の中心部、ケーニヒシュタイナー通りから近い場所にある。現在は S バーン S3 号線とレギ。ブルクベルク塔高さ10メートルのブルクベルク塔は、 1900年にタウヌスクラブによって建設された展望塔である。この建物はアルテクールパルクの高台にある。福音主義教会福音主義教会はバート増田旧市街のクベルパルクのすぐ隣に一致している。現在教会が建つ広場には1482年から83年に礼拝堂の形で初めて教会が建設された。制御室が 最も古い部分であり、1510年に建設された。首郎を除く、その他の教会の建物は1715年の建造である。首郎は1878年に増築された。1995年から96年に修復され、1720年頃の作であるバロック様式の古い体が発見された。 2011年末から2012年初めにかけて小屋組が完全に修復された。ライステイライステイは19世紀に建造された邸宅である。この建物はフラクフルトの商人 A のホライスによって1839年に建設が開始された。短期間ではあったがナッサーゴーヒッパウリーネもこの建物に住んだ。 この建物は1941年の空爆によって、ひどい損傷を受けたが、その後すぐに修復された。ライス邸は、バート増電旧市街のツームクベレンパルク8番地に、ある。フンデルトバッサーハウス、フンデルトバッサーハウス、フンデルトバッサーハウスは、2000年2月に亡くなった、フリーデンスライヒ・フンデルトザッサーによって設計された。この、ウィーンの芸術家は、 色彩豊かな絵画で国際的に知られている。彼は1983年から建物の設計も手掛けており、その最も有名な作品がフンデルトバッサーボーンハウスとウィーンのグンストハウスビーンである。1990年11月に提訴がなされたこの建物は1772年建造のバーと増田初代クアハウス。 ハウスボッケンハイマーを取り込んで建設された。120から230平方メートルの完全に異なった17棟の建物が建てられ、9階建て、高さ30メートルの塔が作られた。部屋ありは大まかで、しばしば入り組んでおり、フローリングが敷かれ、時には小川で分断されている。さらに650平方メートルの商業用スペースもある。 メディコパレスメディコパレスは当時ヨーロッパ最大の温泉吸入施設であった。この建物は1912年に当時の医師たちの手動でパルク通りに建設された。現在ここには吸入施設のほか、多くの医療機関が入っている。パウリーネのオギパウリーネのオギパウリーネンシュレスヒエムは現在保護文化財に指定されており市民事務局が入居している。この建物自体は 1847年にパウリーネ・ネフォン・ナッサウの希望により、バート・増田の夏の館として選ばれた。彼女の死後、この建物はホテルとして利用され、1909年からはバート・増田の町役場として使われた。聖カタリーナ教会聖カタリーナ教会は、ノイエクールパルクにあるカトリック教会である。高級官僚、マックス・バギンツキが、 資金援助により、1957年に建設された。バート増田、ノイエンハイン、アルテンハイン、ズルズバッハの教区は、2012年1月1日に、聖マリア、聖カタリーナ教区として合併された。8394人の信者を要する、この教区は、マインタウンス軍最大の教区である。水道塔、バートゾーデンの水道塔は、 ニーダーホーフハイマー通り添いの町の入り口にある保護文化財である。この塔は1911年に G 内容樹園のために建設された。2000年に改修され、現在は展望統計自然文化をテーマとした展示スペースとして利用されている。アルテクールパルク。奥の建物はバーデハウス。アルテクールパルクアルテクールパルクは、 市内中心部にあり、ケーニヒスタイナー通りに面している。この公園は1823年にイギリス式庭園として造営された。ここには、数多くのエキゾチックな樹木や、シュベーフェルブルンネン、ノイエシュプルデルをはじめとする多くの泉がある。この公園には1971年に解体されたクアハウスがあった。その跡地は現在ラマダホテルが建っている。 アルテクールパルクには、バーデハウスもある。ここには現在は、私立文書館、私立図書館、私立博物館が入居している。さらに、パウリーネの小木や、定期的にコンサートやイベントが開催される、コンセルトムシェルもこの公園にある。ノイエクールパルクノイエ、クールパルクは、1961年に造営された、広さ43,884平方メートルの、 公園である。この公園は、アイヒバルトと、市内中心部との間に位置している。ここには、聖カタリーナ教会と、聖カタリーナ幼稚園があるが、温泉施設や、厳選施設はない。公園の外れに、多くの邸宅やかつての温泉ホテルがある。クベレンパルククベレンパルクは、バート増田急市街にある。この公園は1872年に設けられ、その後、 市が不可欠の施設として入手した。この公園の中心が、塩水を得るために利用されていたゾルブルンネンである。現在は飲み水用の光線として利用されている。この泉のゾーデニア像は、バーとゾーデンの象徴となっている。クベレンパルク内をズルツバフハ川が流れている。この公園に隣接して、ハウスボッケンハイマーがある。この建物は、 バーと増田の初代バーデハウスであった。この建物は1813年にフランクフルダーホーフと改名された。公園の別の側にはザウアブルンネンもある。ビルヘルムスパルクビルヘルムスパルクは町の委託により、増援家ジースマイヤー兄弟が1911年に増援した。フランツェンスバーダー広場とツームクベレンパルク通りによって、 クベレンパルクから分離されている。ビルヘルムスパルク内には3つの泉がある。ビンクラーブルンネン、グロッケンブルンネン、シャンパーニャーブルンネンである。1924年までは、カイザーイコールビルヘルムイコールパルクと呼ばれていたが、1987、88年からビルヘルムスパルクという名称に戻された。私立博物館は、1998年から、 アルテクールパルク内のバーデハウスに入居している。ここには古代の様々な出土品のほか、ノイエンハインシクあるいはアルテンハインシクの歴史に関する展示もなされている。また、1812年までこの地の重要な経済ファクターであったバーと増田のかつての生園業についての展示もある。また、この建物の上階では特別展が開催される。 私立ギャラリーでは地元であるいは全国的に有名な芸術家の絵画、ドローイング、グラフィック、素像を展示した興味深く見応えのある展覧会が多くは月替わりで年中行われている。アルテクールパルクにあるバーデハウスの2階に広く最高の良い一律ギャラリーがある。夏の夜のフェスティバルゾンマーの初フェストはバーと増田の文化的ハイライトである。この祭りは 毎年8月の第3土曜日に開催される。毎年1万人がこのイベントに訪れる。開催地はアルテクールパルクからアドラー通り、ケーニヒシュタイナー通り、ツームクベレンパルクなど旧市街中に広がっている。音楽演奏が行われ、23時頃から伝統的な花火が打ち上げられる。増田のワインの日増田ナーバインターゲーは、聖霊降臨祭前の金曜日に始まり、 10日間続く。ラインガウ、フランケン地方、モーゼル地方のワイン生産者が様々なワインを提供する。バーと増田のクリスマスマーケットクリスマスマーケットバーと増田のクリスマスマーケットは毎年第2アドベントの週末に開催される。ここまで挙げた祭りと同様クリスマスマーケットもアルテクールパルクで開催される。ここには多くのグリューワインのスタンドのほか。 クリスマスクリッペが飾られ、フレアイ動物園が開かれる。バート増田には数多くのクラブがある。クラブ活動はすべての区で大きな役割を担っている。市内には音楽サークル、歴史サークル、美化サークル、公益協会、その他、バート増田アムタウヌス営業組合 EV、国際的文化スポーツ交流協会、バート増田アムタウヌス EV、 SKG ゾンデナーカーニバル協会 1948EV などである。会員数が最も多いのは、もちろん、スポーツクラブである。ハッセルグルントハレスポーツメッサーグループ本社、バート・ゾーデン・アムタウヌスには、州内で有名な10の高宣言がある。住民の購買力は、マインタウヌス群で最も高い。ヘッセン州では、ケーニヒシュタイン・イムタウヌスとクローンベルク・イムタウヌスが、 バート増田よりも高い購買力を示し、バートホムブルクフォア、デアヘイエが4番目につけている。バート増田アムタウヌスは、連邦全体でもトップクラスの購買力持つ。バート増田には、地図出版社ハウプコがあり、ラーフェンシュタイン地図出版社も、人期本社を置いていた。ラーフェンシュタイン社は、マーディマント社に吸収され、解散した。バート増田の軍立病院は、 マインタウンス軍病院軍の一部を成している。2011年9月からメッサーグループが市内中心部のアルテクールパルクとノイエクールパルクとの間に本社を構えている。メッサーグループは世界最大の工業用ガス専門企業の一つである。バート増田駅の駅舎、バート増田における公共近郊交通はラインマイン交通連盟の管理下にあり、 その料金表に従っている。バート・ゾーデム駅からは、レギオナル・バーン・ RB13 号線が、南方面のツルツバッハやゾッセンハイムを経由して、フランクフルト・ヘイヒストまで、またエス・バーンが、東のシュバルバッハ、エッシュボルン及び、フランクフルト中央駅を経由して、ダルムシュタット中央駅までを結んでいる。バス路線は、フランクフルト・ヘイヒスト行き、京に被したに行き、 マインタウンス・ェントルム行き、エッシュボルン行き、ホーフハイム・アムタウンス行きがある。さらに市は、各住宅地と駅とを結ぶ市バスを運行している。市の南を、アウトバーン A66 号線が、西を4車線に拡張された、連邦道 B4 号線が通っている。これらの広域道路からは東西に走る修道 L3014 号線。 および南北に走る修道 L3266 号線経由で市の中心部に到達することができる。最寄りの空港はフランクフルト空港である。ありがとうございます。